からの知らせは玉物前が仕組んだ罠だった。まんまと騙された英雄たちは悔しく、その頃東卓軍は巨匠で炎章軍と対立していた。突如土器を発して兵を進めてきた炎章軍に対、なぜ衝突しなければならないのか、理由もわからないまま両軍はすでに一面白い話が聞けたぞ。こちらの誰かが勝手に攻めたとは思えん。とすればやはり何者かに。イエーイ、炎章の言い分などに興味はない。わしの巨匠を荒らすとは身の程知らずが、この東卓め、隷属に立てつくなど、この戦は平家の誇りにかけて奴を治癒するのだ。炎章、わけのわからんこと、貴様のようなアホ返り討ちよ。炎章はいつにも増しておかしい。いや、何か炎章軍の戦法とは面倒くせ。あれは守護将だ。彼らは話が通じるだ。ひねりつぶしてやるから待っておれ。すぐに止めましょう。わしの出番か。東卓が押し返してるのか。武器が炎章がやられちまう前に止めねえと。おお、一段と冴えておいでですな。大きな争いはやめよう。炎章には我らが話をつける。アホが今更何を言うか。いや、炎章を
噂は罪悪すなのだ。あの者ら我が軍への援軍か。ここはひとまず奴らに任せてみるか。くそ、引くしかねえか。将兵らの士気も高まりましょう。霊族の支配地を荒らすゲロウども、そこへ直れ。まだわけのわからんことをほざくか。それはわしのセリフじゃ。危ないところでした。援軍感謝いたします。今回だけは勝ちを譲ってやろう。もう我が支配地を荒らせてないぞ。思い知ったか、このアホどもが。しかし、炎章が攻めてきた理由は謎のまま。改めて検証してみた方が良いでしょう。私が出たのだ。負ける方がどうかと。行くぞ。落ち着いてください。いいですか、罠。そいつが一体何をした。彼女は偽物を作れるのかもしれません。知っているか、近頃それも一人や二人ではない。奴らは周りを煽り。ですが本人はそのことを覚えていません。それどころか多くは今も剣閣で戦乱が起こっています。おそらくこれも。ようわからんが、その女が悪いんじゃな。わしをたばかった罪償わ。では戦力をお貸しください。私と共に剣閣へ行くし、内乱を先導している偽物を探し出せば玉物前の居場所がわかるかもしれません。それなら私が行ってあげてもいいですよ。他の人間よりは。ではよろしくお願いします。さ